名護市にいます。名護で、これから、ガブソガ食堂っていうところね、ガブソガ食堂っていうことで、まあ、今回、5年1ヶ月ぶり、4回目のね、沖縄県なんだけど、前回名護にも宿泊したんですよ。その時に利用したガブソガ、食堂ということで、ここでね、今から、食事してきます。製麺所があって、ガブソガ、蕎麦ということでね。実際そこで製麺で作ってるみたいなんで、まあ蕎麦がね、本家のソーキ蕎麦がすごく、本家ということでね、かなりおすすめなんだけど、まあ他にも店舗があるんだけど、やっぱ本店に来たいと思って、あえてちょっと本店来てみました。ということで、今から行ってきます。その当時89歳の創業者おじいさんがいたんだけど、今生きてれば94、5歳ですけど、すごい立派な方でしたけどね、いらっしゃるかな。行ってきます。で、これそうだ、金城っていう民宿金城もやってんだよね。今まだやってんのかな。そう、泊まることもできる。まあこのね、ちょっと今行ってきます。いいですね、本店ということで、すごくいいですね、本店っていうのがね。はい、ということで、結構ミーハーですけど、本店今から行ってきます。久々です。こちらが、メニューです。前回来た時よりも値段上がってます。まあこれは全国的に今ね、物価結構上がってきてると思うんだけど、同じように、値段がね、値段が来てる上がってました。で、今回まあ、早期そばね、元祖早期そばの特大にしました。980円ですね。で、食べてきました。美味しかったですね。元祖だけあって、しかも多分本店ですからね、洗面所でそこ作ってますから、すごくね良かったです。はい、ということで、またこっちの方来るときにね、本店利用したいと思ってます。他に名古屋に他の店舗もあるんだけど、やっぱり本店の方がいいじゃないですか、ということをしてみました。